チョーラ朝、チョーラ朝、チョーラ朝、チョーラダイナスティは、9世紀から13世紀にかけて、南インドを支配した、タミル系のヒンドゥー王朝、846年頃から1279年。首都はタンジャーブール。チョーラ朝の名がつく南インドの地方政権は、シャンガム文学と呼ばれる、タミル古典文学にも記述があって、1世紀から3世紀頃に、 カーベリ下半のタンジャーブールより、やや上流の裏優に首都を置き、全員ドを征服したとか、正論投遠征をして、多くの捕虜を連れ帰ったというカリカーラ王の伝承で、知られているが、一般的には、パンダバ朝の風神であったがタンジャーブールにした王朝のことを指す。なお、シャンガム文献の長羅朝とこれから記述する、長羅朝と関係は不明である。長羅家の在位。 八百四十六年から八百七十一年は、パンラバ朝がパーンディア朝と構想を繰り返す過程で、勢力を拡大し、八百四十六年頃に、パンラバ朝の風神、ムッタライアル家からタンジャーブールを奪って、四んころとした。孫のアーディティアイッセイ、在位、七十一年から九百七年は、パンラバ朝の内乱に乗じて仕組であるはずのアパラアジタを殺害し、 その領地を併合した。次のバラーン高一世、在位、907年から955年は、920年にパーンディアーサの本拠マドゥライを陥落させ、セイロンの援軍も破ってパーンディアーサの半島を併合した。パーンディア王は、セイロンに逃れ、セイロンとチョーラ朝はこのことを契機に反目するようになった。しかし、年、バランタ海は、 ラーシュトラクータ朝のクリシュナ三世に敗れ、チョラ町の北部、つまりパラバ町の土地の大半を奪われた。このためチョラ町は、カーベーリ・カワシモ流域を支配するのみの、小勢力にまで落ち込んだ。965年、クリシュナ三世が没すると東チャールキア朝などとの、協力で水運のラーシュトラクータ朝を攻撃する。一方、正論遠征を行い、バラーンタカ二世、 在位、957年から973年、時代には、かなりの湿地を回復することができた。だが、自王、ウッタマチョーラ、在位、970年から985年の地世には、973年に、デカン高原にラーシュトラクーターサに代わって、後期チャールキアーサが成立し、後期チャールキアーサの攻撃を受け弱体化した。ウッタマチョーラの死後、 在位、985年から1016年が即位することとなった。ラージャラージャ一世は、長羅町の英傑として知られ、パーンデーやアーサとケーララ、セイロンの勢力を破り、セイロンの北半分を併合、支配した。アーンドラ地方の東チャールキアーサは、10世紀以降、王族間の争いのため、一時的に断絶していたが、これを帰化とした。 ラージャラージャ一世は東チャールキア家のシャクティバルマン一世を擁して再興した。また、シャクティバルマン一世の弟、ビマラーディティアに娘、クンダバーを嫁がせた。クンダバーは、後のラージェ・エンドラ一世の妹にあたる。このため、ラージャラージャ一世は東チャールキア朝の総支権をめぐって、勢力争いを起こすことになった。西部デカンを支配する後期チャールキア朝にとっては、 東チャールキア領のカリンガ、現オリスサ地方は、領好に恵まれ、国葬地帯であり、さらに南下して、勢力拡大するための拠点となる要衝であった。裏を返せば、長ョ町朝にとっては、北、インドへ進出するための重要な通路ということになる。ラージャラージャ一世は、同様に血縁を主張して東チャールキア朝の領土に、攻め込んだ後期チャールキア朝の今日をついて、 カルヤーニを直接攻撃して、これを破り、クリシュナ川を越える地までを事実上の支配下に収め、東チャールキアーサの総主権の確保に成功した。また、ケーララを支配下に収めた、ラージャラージャ一世は、対等著しいアラブ商人に対抗して、西方貿易の利を確保するため海軍を送って、モルディブ諸島までも征服した。ラージャラージャ一世は、首都に、 多くの芝、ビシュヌ寺院を建設したが、そのうち、世界遺産でもある、ブリハディ・シュバラ寺院、当時は、王の名を取って、ラージャ・ラージェ・シュバラデラと呼ばれたは、1010 10年に完成している。また、1013年には、北総に、通称のための使者を初めて送っている。息子のラージェ・エンドラ一世、在位、1012年から1044年は、ガンジスカ藩まで、 遠征軍を送ったり、スマトラのシュリービジャヤ王国に千十七年と千二十五年に海軍を遠征させるなど、長羅朝の領土は最大となり、長羅朝は誠意を示した。ラージェ・エンドラ一世の時代に、インド洋から中国に至るまでの政界権を支配し、貿易の利を独占した。また、首都、タンジャーブールから北方の二千都市、同地に壮大なシバ寺院である。 ラージェ・エンドレ・シュバラ・ジーンを建設した。また、ラージェ・エンドラ一世は、東チャールキア・アサとの関係を一層強め、東チャールキアをラージャ・ラージャ・ナレエンドラに、王女は漫画デービーを嫁がせるなど、通婚関係を深めた。その後も、チョーラ町はその半島を維持し、ビーラ・ラージェ・エンドラ、在位、1063年から1069年の時に、シリービジャ・ヤ王のために、 スマトラ島で起こった反乱を鎮定している。1070年、長羅町の王位が空位になると、ラージャラージャナレエンドラの子で、ラージェエンドラ二世、在位。1052年から1063年の娘婿に、当たる、当時東チャールキア王であった、クロートゥンが一世、在位。1070年から1118年が、長羅王も兼任し、以後、東チャールキア王家は、 長羅町と一体となった。一方、後期チャールキー・アーサでは、1068年以降、聡明シュバラ2世が王であったが、弟のビクラマーディティアは納得せず、王朝の半島の南側に拠点を築いて、独立していた。クロー・トゥンガ1世は、聡明シュバラ2世を支援したが、1076年、ビクラマーディティアは、 ついに兄王シ明バラ二世をらえて、自らがビクラマーディティア六世として即いることになった。ビクラマーディティア六世はもともと、長羅町と東チャールキアーサが合体するのに反対で、長羅町は内政に干渉され、一時的ではあるが、この地の支配権を奪われた。また正論で反乱が起こって失われ、後期チャールキアーサの風神であるマイソウルのホイサラ、 朝に攻められるなど厳しい状況にさらされたが、空路くンが一世は内政に努めて、一定の地席上げ、王朝の安定に努めた。1077年に、僧に送った通称施設は70人に達し、中国側には、ガラス機、小脳、綿織物、蔡の角、鹿の角、造毛などの品々が捧げられ、8万千八百本分の銅貨を貸しした。 という記述が残されている。その後、長羅町は、優れた寺院建築を残したものの、じわじわと衰え、地方領主層の台頭が目立つようになってくる。クロットゥンが三世、在位。1178年から1218年の地世には、1190年にパンディアーサが、南インドで復活し、ジオ、ラージャラージャ三世、在位。 1216年から1246年の地世には、旧とタンジャーブルまで攻め込まれ、長羅町はますます衰退していった。さらに、後期チャールキアーサが分裂してできた、ホイサラアサ、カーカティーヤ町も弱体化した、長羅町に目をつけ、その領土を侵略した。だが、ラージャラージャ三世の地世、ホイサラーサがパーンディアーサとの対立から、長羅町と同盟を結び、 1250年に、ラージェーンドラ三世、在位、1246年から1279年は、パーンディア朝の軍を破る、いる。しかし、チョーラ朝の衰退は、止めることはできず、1264年、チョーラ朝とホイサラ朝の連合軍は、パーンディア朝の軍に破れ、ネロールまで侵入された。そして、1279年に、 長羅町とホイサラアサの連合軍は、パーンディアアサの軍に敗北し、首都、ガンガイコンな長羅プラムを落とされ、長羅町は滅亡した、ラージエンドラ三世は殺害されたうである。長羅町の王の権威は強力で、王に助言するための大臣の会議、新編系護兵がいた。また、三つの足と称せられる戦像部隊、騎兵部隊、不評部隊の他に、強力な海軍を持っていた。 海軍は、ラージェ・エンドライス政時代には、モルディブ諸島、マラバール海岸、コロマンデル海岸、ベンガル湾全域、スマトラ島付近までの海域を支配できるほど、強力であった。国内は、9つのマンダラムと呼ばれる州に区分され、しばしば王子たちが、長官に任命された。マンダラムは、バラナードとか、コータムと呼ばれる区域で分けられ、バラナードやコータムは、さらに、 ナードに区分された。ナードは、数十箇所かあるいはそれ以上の数の存落によって構成されていて、存落寺院に残る国分によって、当時の様子についての情を、ある程度得ることができる。長羅時代の存落は、バラモンに与えられたブラフマデーや存落とそれ以外の存落があって、前者には、サバイ、後者には、ウールと呼ばれる自治的共同組織があった。 サバイについての研究は、S、クラチナワミやヤンガーなどの研究者によって、その自治的機能が優秀であったことが明らかにされている。つまり、ブラフマデーや村落は、地層を免除される代わりに、地層の査定や徴収を行うための組織や、治安維持や裁判を行うための組織、治水、灌漑を投御して、各村落や畑に水の配分を行う組織があって、 一般的な村落では、農民たちが土地を共同保有し、共同で工作を行い、ウールの会議によって様々な細かい取り決めをしていたので、王権との強い結びつきがあった。だが、バラモンのもとにあるブラフマデーや村落は、他の村落をまとめてその地方の統治秩序や生産活動を先導する役割を担っており、中央集権的ではなく、カーストや、 それに関連する職業ごとの快適組織などが社会を統合する機能を担っていて、官僚への給与の支払いに税収をもたらす土地を割り当てたことからも緩やかな封建制であったと考える研究者もいる。長らの王たちは、交易の進行や軍用道路として、道路網の整備を行い、カーベリー側などの河川から灌漑用の水路が引かれ、多くの貯水池が作られた。 また地層を徴収するために、その適切な課税額を把握するため、一種の検知が行われた。また、特筆すべきなのは、道路網の整備や、海軍の警察力によって、北、インドや、ジャワやスマトラ方面にまで、高活動を行うような商人ギルドが存在した、ことである。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。